億万長者合宿をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回はですね、ノウハウコレクターからノウハウセレクターへとの転換ですね、こういう話をしていこうと思います。そのお話の前に、まずはですね、月収100万のことについてお話ししましょう。月収100万は信じない方が結構いらっしゃると思いますけども、これね、月収100万ってのはね、そんな難しくないんですよ。なんで月収100万が無理かと思えるかというと、時給1000円とか時給1500円で働いたら、これはね、1万年働いても月収100万いかないんですよ。月収20万とか月収30万で働いていたら、これ月収100万に1万年働いてもいかないんですよ。ですから、この時給とか月給で計算してプラスアルファの給料があったとしても、マックス最大値月収100万に行くかどうか、それに行くのには平均何年かかるのかってことを計算すればですね、自分の選んじゃいけない道ってのが分かるわけですよね。で、これを最初にやることによって、月収100万がいきなり現実的なものになったり、それから非現実的といつまでも思えるのは今の仕事をしてるからだということなんですよ。要するに仕事が悪いわけではないんですよ。収入源が悪いんですよ。仕事は一生懸命やればいいと思うんですよ。で、仕事によっていろいろとね、成長できる部分とか得るものってのは多いと思います。ただそれを収入源にするのに値するかどうかっていうのはよく考えないといけないですよね。ということで、ノウハウコレクターからノウハウセレクターの話につながっていくわけですけども、ノウハウコレクターっていうのは要するにね、いろんなものを薄くね、たくさん集めることなんですよ。これはね、誰しも最初陥ると思います。これは仕方がないんですよ、だって業界を広く知らないといけないんで、たくさんの商品買っちゃいますよね。で、セールストークもすごく優れてるんで、このセールストークで買う人って似たようなセールストークでやっぱり買うんですよ。で、こっちを買わないと損するかもしれない、もしかしたらこっちが当たるかもしれないって恐怖感から途中からね、買うことが目的になってしまいます。でもね、ここで次の一歩を踏み出せる人っていうのは、ノウハウコレクターからノウハウセレクターに行くんですよ。それはどういうことかっていうと、例えばね、ファッションだったらいろんなブランドのいろんな服を着ます。でもその中で自分の気に入ったものとか、自分が普段無意識的に手に取るものが決まってくるんですよね。私だったらやっぱり似たような T シャツをいつも着るわけですよ。これ見ればわかると思いますけどね。それから数年前っていうのは、私は和服を着てました。で、和服っていうのは今は限られた日しか着ないようになったんですよ。かなり手間もかかりますしね。それから夏場になってくるとものすごく暑いんですよ。で、クリーニングにも時間かかりますし、そうなってくると和服を毎日着るよりも、そうだなと、まあ T シャツの方がラフでいいかなと、すぐ出かけられるしみたいなことになってくるんですよね。もうそうなってくると、私はノウハウセレクター、要するに服のセレクターになってくるわけなんですよ。この服に似たようなものだけを着よう。で、T シャツとかを積んでると上から取るようになってくるんですよ。で、洗濯した後も上に積んでいきますんで、先入れ先出方式みたいな感じでね、もう完全に前回洗濯して一番洗濯が新鮮なやつを取るようになるんで、下の方はずっと日の目見ないってことになっちゃうんですね。その中でもたまに下の方をね、って出すこともあるんですけども、なかなかそれは変わんないですね。あるとしたら服がボロボロになって、これそろそろ着るのはやめようかな、捨てようってなった時に、次の T シャツがランクアップするって形ですよね。もしくは新しいものを買ってそれを着る時ですよね。例えばこれは最近のものですよ。マセラティの車のブランドのやつなんですけど、マセラティっていうね、高級車のブランドのものなんですけども、この、上下セットね、これを買ったんで、これかっこいいなと思って着てるんですけども、私にはちょっと似合わないかもしれないですね。はい、そんな形でね、ノウハウコレクターをしている人っていうのは、それで月収100万がいかないってことが分かるわけですよ、コレクションしてたら。だからセレクションして、これ一本にしようっていう風な考え方に乗っていくと思うんですよ。で、前回までの私の動画の続きになりますけども、 YouTube ね、私は YouTube に今一本集中してるんですよ。これはね、意識して一本集中しているというよりも、何と言いますかね、例えば旅をした時でも動画を必ず撮るんですよね。で、 YouTube になるんですよ。で、何か珍しいもの食べたりとか、逆にカップラーメン食べたりとか、お料理をしたりとかね、通販買ってみたみたいなコーナーもありますけども、何かをしたらこれね、手軽に YouTube にできるんですよ。どんなことをしててもです。独り言思いついても YouTube にできるんですよ。ということで、私の人生の全ての行動とか、見るもの聞くもの感じたものっていうのは、 YouTube に集約が今すごくしやすいツールとか Wi-Fi 環境を整ってきたんで、それをやってるんですよね。で、ちょっと前でしたら、私はね、それをね、ブログにまとめるしかなかったんですよ。でもブログっていうのはログインして結構めんどくさいんですよ、書くのがね。で、画像をつけたりとか、タグを貼ったりとか、もう本当にめんどくさかったんですよ。ブログの記事を15分分書くのに、多分これは1時間ぐらい書いたと思うんですよ。でも YouTube っていうのは、15分の動画を撮るのに15分しかかからないんですよね。1時間の動画を撮ろうと思ったら1時間しかかからないわけですよ。もう NG がなければですけどね。でも私の場合は NG が出てもそれすらもアップロードするわけですよ。まあ、そういうふうにしていくと、数年経って自分の人生を振り返るときに、一元化したアウトプットのこの YouTube っていうのがすごくね、反復しやすかったりするんですよね。特に最近はね、私ね、メンバーシップ制ってものを招待来まして、これはどういう基準でなるのか分かりませんけども、メンバーシップってのは私取れるんですよ。メンバーシップってのは何かっていうと、 YouTube ってのは実はね、もう本当に Facebook とか Twitter とか Instagram みたいな SNS になってきて、私が発信することによって、私の視聴者さんが、視聴者さん同士がコメント以上の
関係性で、ね、交流できるようになるわけですよね。そこには私はファイルを投げたりとか画像を投げたり動画をね、やっぱ特別なやつを投げたりできて、それはクローズでできるわけなんですよ。今まで YouTube っていうのはオープン空間でアカウントすら取らなくても YouTube っていうのを見れたわけなんですけども、だんだんコメント書こうかなと思ったらアカウントを取らなければならない。そしてですね、メンバーシップってものが一部の人は発信できるようになるんですよね。これはメンバーシップっていうのは YouTube のメンバーっていうのは有料会員なんですよ。だからお金を払って、例えば私の番組をちょっとグレードアップしたものを見たいなと思ったらお金を払う空間っていうのがあるんですよね。そのお金を払う空間でこっちの人とこっちの人、やっぱりお互いにお金払ってるわけですよ。だから同じ高い価値観を持った人が交流することによって次の世界に行けたりするわけなんですよね。そういった世界の共有っていうのができるわけなんですよ。今まで SNS っていうのは無料が当たり前だったんですけども、やっぱり YouTube っていうのは進んでるなと思いました。あの有料の SNS っていうのを展開してくれたんですよ。しかも動画でね。これは Facebook が出てきた、そうですね、2011年あたりにも予言されていたんですけども、そのうち動画の SNS が出ると。それが YouTube じゃないのかなと思ってましたけど、まさに YouTube でしたね。私はこれからメンバーシップ制を取って一部有料会員さんだけに提供するコンテンツっていうのをお送りすると思いますけども、無料の方も手を抜かないでいこうかと思います。そしておそらくですよ、速稼塾っていうのは、今まではポータルサイトを使って運営してましたけども、これからですね、有料会員さん向けの動画配信という形でメンバーシップ制になるのかもしれません、ね、そういうふうなね、速稼塾ってものの成長もやっぱり YouTube に一元ができているということで、非常にね、私に、向き合ってくれているこの Google のね、YouTube という仕組みだなと思っております。本日は以上ですかね。最初に月収100万は誰でも行くんだよってことをお話ししまして、その月収100万に行くレールに乗らなければならないってことをお話ししましたけども、私が推すのは YouTube なんですよ。 YouTube の道なら月収100万でも1000万でも、私は月収1000万行ってますからね。マックスで月収2000万なわけですよ。でそういう世界に行こうと思ったら YouTube をスタートラインに立てるしかなくって、しかもこれから競争が激化して、私がね YouTube が稼げるよとか、他の人も YouTube が本当にいいんだよっていう中で早く参入してないとそのチャンスはなくなるわけですよ。席は埋まっていってますんでね、あなたの番はいつになるかってことでございます。でおまけにちょっとね、今日は嬉しい報告です。速稼塾の塾生さんで、昨日ですね、チャンネル登録1000人を突破した方がいます。これはね、収益化したというよりもそういう喜びではなくて、1000人という一つの節目を迎えたことによって、私もね、なんて言いますか、指導してきてよかったなと思うところでございますね。皆さんも YouTube 活動ぜひね頑張ってみてください。全く違う世界が開けていきます。いってらっしゃい。